も皆さん、こんにちは、ゆずきゆかりです。今回は、SCP リーバス J を紹介いたします。メタタイトルは、This was a bad idea。アイテム番号からわかる通り、ジョーク記事です。肩の力を抜いてご覧ください。早速、内容を見ていきましょう。わかりますか？あと5秒で解説を始めます。5、4、3、2、1、0。では、この意味を解説しましょう。これが本当の、フォーマットスクリュー記事というわけです。なんちゃって。皆さんもご存知の通り、SCP 記事というのは通常、規定のフォーマットにのっとって作成されるものですが、例外もあります。標準的なフォーマットを大きく逸脱する記事もあるのです。過去に紹介した SCP-4311 などもそうでしたね。そして、大きくフォーマットを逸脱しているものは、俗にフォーマットスクリューと呼ばれています。ただ、この用語を財団職員が用いることはない、と思います。メタな意味での SCP 界隈にて用いられるスラングのようなものとご認識ください。以上、SCP リーバス J でした。あまりお気に召さない方もいらっしゃるとは思いますが、申し訳程度の用語解説でどうかお許しくださいね。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。お付き合いいただき、ありがとうございました。さすがに、今回の動画に高評価やいいねを求めるのは少し気が引けますね。